ごい、みんな笑いたくて仕事頑張ったりいろんなことに耐えたり、もしかしたらそれは常識では違うことだったり正しいことだったり、まあもうはっきり言って社会的に正しいことと人間的に正しいことが違う時代なんで、しっかりしっかり子供たちに教えれるようなことばっかしていきましょう、なるべく。じゃあそんな決まりに従わないんじゃなくて、自分が正しいと思うことに従う人に、次の曲を行きましょう。理屈に屈さない強いハート、暗い街灯もスポットライト、緊張も不安も苦難さえも誇りと愛情があれば大丈夫。自分の中にある価値観が方向性決める羅針盤さ、胸を暴れる野心が絞り出してくる明日、ヘッズに呼ばれるフットスタート、その名誉をどうぶんどるかを企む集団、誰でも可能、尻に火ついてさらに加速、回転数増すメロとエンジン、自分を一つ軽く変人、お構いなし逆風でも前進、その勇ましさはまるで戦士、今すぐ答えはどうかもわからんし、ねえよ教科書使った時間はかない走馬灯、それでも立つステージそうじゃろう、理屈に屈さん強いハート、暗い街灯もスポットライト、緊張も不安も苦難さえも誇りと愛情があれば大丈夫、理屈に屈さん強いハート、暗い街灯もスポットライト、緊張も不安も苦難さえも誇りと愛情があれば武道猪木みちゃんにバカになる、口だけ達者でチャラいだけ、フィジカルなければ当たり負け、隠れた熱を暴き出せ、そして金の敵を剥がしちゃれ、特に悪魔の語りだけ、でも魂だけは渡しません、先に見える明かりまで、そう今日も呼んどる朝日がね、いくつに屈さ強いハート、暗い街灯もスポットライト、緊張も不安も苦難さえも誇りと愛情があれば大丈夫、いくつに屈さ強いハート、暗い街灯もスポットライト、緊張も不安も苦難さえも誇りと愛情があれば、誇りと愛情があれば、誇りと愛情があればって言ってどう思うか答えてもらってもいいですか。これ一発しかできないんでよかったらさっきまでしっかりヒントしただけサポートしてください。理屈に屈さない強いハート、暗い街灯もスポットライト、緊張も不安も苦難さえも誇りと愛情があれば大丈夫。自分次第、おい道譲られてもでも上げねえ、ハゲ社会的地位だろ当てになんねえ、ワンフォーザマネだとクソ食らえ、いらねえ盾だろ叩き割れ、破壊感の再生今がチャンスです、 My life からの還元タイム、小さなことからコツコツと始めたばかりの年老と生まれても立ち上がれ、己の
信じた道を一つ死んでもなお先誇れ、己の夢を叶えるために踏まれても立ち上がれ、己の信じた道を一つ死んでもなお先誇れ、己の夢を叶えるために。最後にやりたいことがあるんですけど、まあ、ほんまか嘘かは、自分で判断してください、山や川やその土地には神様がいるらしいんですよ。でそいつらはそいつたちもだ、その人たちや神様が喜ぶ方法ってその地名の言葉を呼んであげることらしいんですよ。そうなん、知ってました？あ、すいません。なんか演歌とかでよく地名が使われるじゃないですか。じゃないですか。あ、すいません。じゃあ次回来た時にお願いします。はい、お願いします。なんで最後、増田、私が増田と言ったら皆さんも増田と言っていただきたい、いかがでしょうか。ありがとうございます。言うてや、マスダマスダマスダオカダマスダオカダマスダマスダ。よく知ってる人はよく知ってて、知らない人は知らないかもしれないですけど、地元の歌を歌うっていう企画で俺が歌ってる歌なんで、よかったら覚えて帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。福山、俺が遊んだから福山遊んでるっけ。その前は福山は誰がないよ、でも福山は福山は松田は地元のラブじゃろう。福山はこれこれこれ調子がえ、準備は OK、 じゃあここら辺の B 級グルメって何なんですか？橋場のたこ焼き。橋場のたこ焼き？たこ焼きだね。マスダイユ。たこ焼き有名なんですか？うん。ケーランマンチョ。俺も思った。ケーランマンチョ。ケーランマンチョ。マスダイユたら。ケーランマンチョ。ケーランマンチョ。言えよ、ケーランマンチョ。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 愛せケーラン、言うせマンチョ。ケーラン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 マンチョ。じゃあ最後に広島から伝えに来たことがあるんで、よかったら折り鶴とかもチェックしてください。昔の痛み、反核の誓い、人権重んじ見失うな私、過去があって今があってみんながおって、俺らもおるから、国会議員、市議会議員、線でも動くよ一般市民、不可能と困難を履き違えるな、条件無用の熱いチャレンジャー、地方なくして日本なし、ガチに踏みしめろ日本足、ピースワンラブと大和魂見せていきましょう。子供たちによかったらチェックしてください。 MICU、 MC の間に愛がある寂しいんで、 MICU、 MIC でもいいしマイクでもいいし、よかったら覚えてください。で、よかったと思ったら熱い人にまたあいつ呼べって言ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。